長らくアメリカにずっとある個体だったりとかと日本にずっとある個体ってやっぱりちょっと違うんですよ。新品で販売するものに、わざわざ穴を開けて埋め直してっていうまでの後までをつけるエイジドっていうのはこういう特別なシリーズでしか、されていない、仕上がりかなというふうに思います。コレクターズチョイス、という製品群、およびですねその製品こちらの製品についてちょっとご紹介をしたいと思います。はい、いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回ですね、早速なんですけどこちらのギターでございますね。いかがでしょう、こちらですね新品時より、エイジド加工のカスタムショップの製品なんですけれども、非常にですね雰囲気があると思いませんか。このパーツの、エイジドの具合だったりとか塗装面の雰囲気、木目ももちろんなんですけれども、その傷の、感じといいますかですね非常に、いい雰囲気を、醸し出しているんじゃないかなと思います。こちらですねカスタムショップの製品の中でも少し特別な、製品、ラインナップですね、コレクターズチョイス、というものの、製品になっております。今回ですねこの大変、雰囲気のある、コレクターズチョイス、という製品群、およびですねその製品こちらの製品についてちょっとご紹介をしたいと思います。はい、というわけでですね私オンラインストア運営しております。お取り扱いの製品についてはですね概要のリンクの方から、チェックしていただければと思います。合わせまして委託販売ですね、力を入れてやらせていただいております。通常の買取よりもですねお客様へのお戻しの金額大きくなる場合がほとんどですのでまずはですねご売却ご検討のものありましたらお問い合わせいただければと思います。というわけで、早速ですねコレクターズチョイスについてお話したいと思います。はい、というわけでですね本題でございます。ギブソンカスタムショップの、コレクターズチョイスというシリーズなんですけれども、このシリーズはですね、そもそものまずコンセプト、コレクターズチョイスのコンセプトというのはですね実際に例えばコレクターだったりとかミュージシャンだったりとかが実際に所有していて現在もですね現存している50年代から60年代にかけての製品、いわゆるオリジナルのレスポールでいったらバーストだったりとか、まあ、レスポールカスタムもそうですしラインナップとしてはレスポールジュニアとかファイアバールとかもあったんですけれどもこういったですね今も現存しているオリジナルの製品ですねオリジナル製品というのを、成功に再現する実際に存在している一個体を再現するというプロダクトなんですね。で各プロダクトごとに、生産の上限本数というのが一応300本と、定められておりました、まあ、限定のシリーズでございます。2010年から始まって、現在はですねなくなってしまったんですけれども、先ほど申し上げたように、バーストのレプリカから、レスポールカスタム、レスポールジュニア、ファイアバードまでですね、こう幅広く、ラインナップがございました。そのですね、コレクターズチョイスのシリーズの、第1弾というのがですね、非常に有名なレスポールで、これはですね、かつてゲイリー・ムーアが、愛用していた、グリニーという、レスポールのレプリカでございます。現在はですね、カーク・ハメット、メタリカですね、メタリカのカーク・ハメットが所有していて、またですね最近そのレプリカというのは別のコレクターズチョイスという名前ではなくて普通に生産というかされておりますけれどもこの当時はですねメルヴィン・フランクスという方がですねコレクターさんなんですけれどもその方が所有をされていてその状態でですね再現されております。でですねこのコレクターズチョイスならではの魅力なんですけれどもまあ要はですね言ってしまえばヒストリックコレクションもいわゆるヴィンテージリーシューということで目的自体は近しいと思います。いわゆるヒストリックコレクションも、50年代だったりとか60年代の、いわゆるこう今でいうヴィンテージの製品をこうリプロダクションするというか、成功に再現するという、プロダクトでございますけれども、これとですね一番の大きな違いというのは、まずですねヒストリックコレクションというのは、いろんなですねオリジナルがいろんなバリエーションが存在している中の、ある種ですねその平均値的な、部分があるわけですよ。というのも、例えばですね、一部の、例えばネックのグリップは、オリジナルの製品からスキャンしてるよとか、ある一個体からスキャンしてるよっていうのは、まああるんですけれども、オリジナルにも個体差が当然あるわけですし、まあ、木目のパターンなんかも様々ですよね。で、さらに、色のバリエーションというのも様々ですので、現存しているある一個体を再現するというわけではなくって、オリジナルってこういう傾向にあって、こういうのも存在して、っていうのがこう最大公約数的に集約されてある種平均値的なヴィンテージレプリカを作っているというのがヒストリックコレクションであります。まあ、およびトゥルーヒストリックだったりとかヒストリックセレクトだったりとかまあそういう感じでございますね。それに対してですねコレクターズチョイスというシリーズは実際にですねその作っている当時プロダクトしている当時に現物が存在していてそれを並べて物を制作しているわけですね。なのでコレクターズチョイスはその1個体にどれだけ近づけられるか
その現物にどれだけ同じような見た目のものを作れるかっていうのが勝負になります。なので、明確なオリジナルというものが定められていないヒストリックコレクションに対してもうちょっとですね、いい意味でとんがったというか突き詰めたというか、その個体が経てきた遍歴みたいなのを垣間見れるといいますか、そういうところでですね、違いが生まれてきます。でそういう部分がですね、具体的にどういうところに出てくるかというとですね、まあ、もちろん様々あるんですが、今回ですね、こちらにございますのがそのコレクターズチョイスの番号で45番、結構後半の方のプロダクトで2016年製のものです。エンジェラバーストというですね、愛称がある59年製のレスポールのレプリカになります。でこのデンジャーバーストなんですけれども、非常にですね、傷なんかの雰囲気がいいですね。というのもですね、いわゆるこうヒストリックコレクションにも、エイジドという製品はもちろんあって、それぞれですね、非常にリアルな仕上がりというふうに言えると思うんですけれども、コレクターズチョイスのシリーズというのは実際に現物が存在しているので、その傷があまりこういい意味でもポジティブじゃない傷、例えばですね、あのビグスビーの埋め跡だったりとかですね、ストラッピーの埋め跡みたいなですね、そういうですね、こう本来だったら別に再現しなくていいと言いますか、あえてエイジドで再現することがあまりないポイントっていうのもその個体ごとのストーリーを追って再現しているんですね。例えばこちらのデンジャーバーストであれば、今申し上げたようなボディエンドの部分だったりとかにね、ビグスビーのような跡を取り付けてそれを埋めた跡があったりだったりとか、ボディの後ろ側ですね、このですヒールの下部分というかボディ側のところなんですけど、ここストラッピングが打ってあったような跡だったりとかですね、あとはペグですね、ペグも、一回り大きいワッシャーがこう付けられたような跡っていうんですかね、要はグローバータイプのチューナーを一度つけて、それを今現状はクルーソンの元々のタイプに戻してあるよっていうようなですね、状態、こういうのは通常のエイジドモデルではなかなか再現されないんですね。まあ、わざわざですね、こう新品で販売するもの、まあエイジド仕上げとはいえですよ、新品で販売するものに、わざわざ穴を開けて埋め直してっていうまでの後までをつけるエイジドっていうのは、この手のシリーズ、こういう特別なシリーズでしか、されていない、仕上がりかなというふうに思います。でそのようなですね、パーツ遍歴ももちろんですし、それぞれのやっぱり傷だったりとか、その色合いにもですね、非常にこう、そういうですね、この個体ならではというか、この個体がどういうふうに扱われてきたか、経年してきたかっていうのが分かるような感じでございます。例えばですね、こちらはですね、かなりこう、カラーが退色している状態ですよね。要は最初はチェリーサンバーストだったものが、かなり色合いがこう、落ち着いてというか、赤の色味が飛んでいって、美しいこうレモンバーストになっていると思うんですけれども、まあ、つまりですね、こう長く保管されていたとかではなくて、もともと色が飛びやすかったものが、ちゃんとですね、外に出て使われていて、ボディバッグですね、かなり色がですね、こう飛んでいって、こういう美しいカラーになっているということですけれども、ウェザーチェックは結構少ないんですね。ここら辺はですね、その個体による差とかっていうのも非常に大きいと思うんですけれども、やっぱりですね、そのウェザーチェックの入り方というのは、個体だけではなくって、そのギターが置かれていた環境というか、まあ、もっと言うと、例えば長らくアメリカにずっとある個体だったりとかと、日本にずっとある個体ってやっぱりちょっと違うんですよ。それはやっぱりその四季の関係だったりとか、まあ、湿度が違うとか、四季によって気温が上がったり下がったりだったりとか、そういうですね、様々な要因があって、ウェザーチェックの入り方が変わってくるんですね。で、これ一般的にはなんですけど、一般的には、例えば長らく日本にあった個体っていうのは、ウェザーチェックが結構細かく入ったりしやすい。というふうに言いますね。ただ実際そのように見受けられる個体も結構あります。逆にずっとアメリカにあったり個体とか、まあもちろん場所によったりすると思うんですけど、アメリカって広いんで。ですけれども、他の環境だったりによっては、ウェザーチェック入るけれども、結構大ぶりで、線は、数は少なかったりとか、っていうパターンが結構見受けられますね。まああくまで傾向なので、あくまで推察にはなるんですけれども、まあそういうところからも、このギターが経てきた環境というか、そういうのもですね、なんとなくこう伺い知れるんじゃないかな、というふうに思います。またですね、こう全体的にその打痕の雰囲気だったりとかっていうのも非常にありますし、ボディのエッジの部分ですよね。このバインディングのところだったりとか、ボディバックの縁の部分だったりとかっていうのも、結構一通りこう、塗装が剥がれた状態を再現されております。こういうところからもですね、結構ちゃんとプレイをされてきたギターなんだなっていうのを伺い知れると思いますし、このバックルの跡っていうんですかね、結構ですね、その、通常だったらもうちょっと上の方にバックルになってくるようなところを、あえてちょっとこうずれたところで、だからここで、ちょっと高めにっていうんですかね、ちょっと構えてプレイされていたのかなっていうことを想像させられたりとか、あとネックの裏の剥がし方とかっていうのも結構特徴があって、ここら辺本当ですよね、あの例えば12フレットの真裏ぐらいっていうんですかね、をこう握り込んで弾いてたというのが、想像できるような位置に
傷があったりとか、あとはこの6フレットぐらいですかね、だったりとか、ちょっとこう特徴的な、この辺の、まあ、例えばブルースプレーとかするときとかね、結構こういうところ触ったりとかするかなっていうところにピンポイントで塗装の剥がれがあったりとか、ここら辺はやっぱりこう現物があるからならでは、通常のですね、ヒストリックのエイジ堂ではなかなかないような、独特のエイジの仕方っていうんですかね。これですね、こう現物があるからこそ、そういう特徴のあるエイジングというかダメージだったりとか、こうパーツがですね、この6弦側のストップだけ錆びてるとか、そういう細かいところですね、そういうですね、ディティールの集積というか、そういうのでこうトータルの、雰囲気というか、貫禄みたいなのが、出てきてるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてですね、このデンジャーバーストはですね、結構ネックの握りが、どちらかというと厚めですね。同時期のヒストリックコレクションに比べるとややこう丸みが強くって、ちょっとこう V っぽいところ剛球ってあるものあると思うんですけど、もうちょっとですね、しっかり丸みがあるような印象で、結構握りが、ちゃんとしてるっていうのも特徴ですね。なのでこう弾いていただいたフィーリングっていうのもやっぱりですね、普通のヒスコレともやっぱり若干違うかなっていうふうに思います。そんなこちらの45番デンジャーバーストなんですけれども、2016年のプロダクトでございまして、いわゆるスペックはですね、トゥルーヒストリックのスペックになっております。これも非常にポイントで、そのコレクターズチョイスってその2010年からだいたい17年ぐらいまで、プロダクトとしてはあるんですけれども、その中でですね、ヒストリックコレクションって、仕様変更を結構していますよね。なのでその時リリースされたコレクターズチョイスというのは、その時の最新のヒストリックコレクションのスペックに準じていることがほとんどです。ですので、つまり2010年の、コレクターズチョイスだったら2010年のヒスコレに準じたスペックになっていたりとか、2013年だったら2013年、2015年のトゥルーヒストリックの時期だったら、トゥルーヒストリックのスペックになっているみたいなことが多いですけれども、こちらはですね、2016年ということで、その当時の最高峰のスペックである、トゥルーヒストリックの仕様というのがそのまま落とし込まれています。なので使ってもらっているパーツ類がトゥルーヒストリックパーツであったりとか、二皮の接着だったりとかですね、そこら辺のトゥルーヒストリックならではのスペックといいますかの、特徴的な仕様というのをそのままちゃんと受け継いでおりますので、大変ですね、楽器としてのクオリティというのも申し分ないものになっております。そんなこちらのですね、デンジャーバースト、45番ですね、45番のデンジャーバーストなんですけれども、非常にですね、大切に扱われてきたことが伺えるコンディションでございます。フレットですね、よく見ると若干ですね、ローフレットのところに若干消耗見受けられるんですけれども、もともとエイジド仕上げっていうこともありますが、非常にですね、大切に扱われてきたような印象を感じます。こう明らかにですね、後からこうついたみたいな打痕はそんなにこう見受けられないような印象ですね。ピックガード上のピッキングの跡とかもすごい少ないですし、大変ですね、いい状態なのかなというふうに思っております。もちろん付属品類も、ちゃんとですね、揃っておりまして、認定書だったりとか、ハンドセレクト証明書だったりとか、そこら辺のですね、書類っていうのも一通り揃っているという感じでございます。こちらのですね、デンジャーバーストに関しては新品の時からですね、大変人気のあったプロダクトで、同時期にもですね、他のコレクターズチョイスって結構あったんですけれども、2016年だと結構何種類か実はコレクターズチョイスのレスポールモデルって出てるんですけれども、その中でもですね、かなり人気の高かったプロダクトでございます。当時からですね、当時からすごく人気のあったプロダクト、まあ、その見た目の雰囲気だったりとか、まあ、サウンドだったりとか、いろいろ総合的に評価されていると思うんですけれども、大変ですね、人気のあったプロダクトでございまして、なかなか昨今ですね、トゥルーヒストリックのコレクターズチョイスというですね、こう面で見てもやっぱりなかなか出てこない、特にこのデンジャーバーストに関してはですね、なかなか物も少ないですね、製品になっているかと思います。大変貴重なものだと思いますので、ご興味ある方は、ぜひですね、チェックしていただきたいと思います。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。